ってもうこの際が決まる。今年ってその世間もそうやし、はいはい、なんかありますの？その予言というか予知できる、うん、予知で。あ、なんか大きい。今年はね、カノエネーでね、まあスタート。ええ年なんですか？ええ年やね。4年ぶりにいい組み合わせ。だカノエネーで監視っていうねんけども。はい、みんなはね、あの年度市、年度市、水戸市とか分かりやすいか、十二市でね、その上にカノエっていうのがついて、監視で甲子園球場の甲子園と一緒で、ね、60年に1回はあれ甲子でよかった、あれなんかややこしいね、人身とかやったらね人身園でなんか人身のランってあるからそあの組み合わせで甲子でよかったと思って、うん、それがいいんですか。甲子園やから、ほんまあれ甲子の年にできたから甲子園やから。今年はそのカノエね、はええ年なんで。そうそう、だからカノエは改まるっていう意味があって。あ、やっぱり最初やから。うん、っていうか、まあまあ、全てがこう行くつくとこまで行って、はい、新たに始まる意味があるんだけど、ねっていうのもスタートっていう、ネズミは。ネズミが一番最初だから。はい、で、まあ、増えるっていう意味があるやんか。ネズミさん式とかね。ネズミの、うん、だから、それが、まあ、言ったら転身じゃないけど、改まって始まるっていう意味では、スタート切るのよ、最高の年は。あ、なんか、始めたらええねん。そう、何かスタートスタートするのに、そうそうそう。だから、まあ、言ったら転身、今までと違うやり方でスタートを切れば、いいスタートが切れるよっていう年。あ、それとね、またこれ違う覚え方してるからだけど、十二支決めるときに牛が最初やったいう、だから中国の、いや、ネズミが背中に乗ってて、そうそう、背中に乗ってて、で最後ゴールの前にネズミがピッて出たから、それはおとぎ話じゃない。で猫がなんで入ってへんって連絡なかった。知ってるけど。とかあるじゃないですか。昔話だね。だからネズミと牛やがちょっとこう知恵を使うやないけど、要領をよくとか。それでなんか勝負始めた。なんか考えて商売とか、商売とかそのにお家かあの改築したりとか、そういうのすべてにおいていい感じ。始めるのにいいと、うんうんうん、なんかします。組み合わせがいいからね。だからなんていうの、創生創上って確認、アウト生まれるって書いて、はい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 、組み合わせとしていい組み合わせ。アウト生まれるって地名の愛おいって。愛おいの愛とね。はい、うん、生まれる創生の関係っていうね。はいはいはい、僕今年から DJ を始めたんで、 DJ は、うん、OK OK、 イエーイ、ね、DJ ヒゲとかやってDJ 黒い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 。それは、まあ、個人個人が世間全般もそういうこと、だいたい全体的にそう。そんな、まあ、でも個々では違うよ。だいぶ、はい、もちろんね、今までね良かった人はちょっと止まるかもしれない。あ、そういうこと、うん、新たにってことですね。新たに、ね、何か始める年ない、始めるのにすごくスタートが切る、いいスタートが切るっていう。レッツビギンやね、飛び出す青春やね。レッツビギン、はい、飛び出します、飛び出す青春、なんか出したよね、あれね、うん、あったあったあった、あった継続じゃないんですよね、だから継続じゃないね。だからまあ新たにやから、うん、なんかをしよう、変身やからね、変わらなくて、それは今まで自分がやってたものにちょっと関わるもんって ない方がいい、それでもちょっと関わってる方がいいとか、そういうの関係、うん、それは関係ないわ、関係なしで、うん、でもまあいつまでもこう古いやり方を継承する感じではないわね。じゃあなしにと、うん、だからまあ変わる方がいいのか、変わる方が、うん、なんか変わりますよ、うん、何変わろう、整形しようかな俺そっからそっから変わらなきゃそっからなんかでも変わらなきゃいけませんね。でもせっかくそういう話を、ああ言ったらね、そうそうそう、いいスタート切れると。あ、やっぱり2月4日からよ。え、あ、そうか、節分明けてからや、そういうことか、そうそうそう、2月までの間にちょっと今いろいろ考えて、そう、うん、旧暦で行くから、節分明けてからがスタート。2月4日からなんか考えなかった、ね、いや4日、4日でしょ、4日4日からです、うん、4日から2月4日から考えよう、2月に何しよう、何しようってそう考えたら、まあ、ガラッと変わってきた、面白いよね。ヒゲ剃るとかどう。あ、それいいかもヒゲね、いやヒゲね、でもね、僕ほんまにね、でもセットやもんね、違う違う違う、ヒゲもね、うん、別にね、もうなくてもええかなと思う時あるんですよ、うん、で、剃ろうかなと思う時何回かあるんですよ、うん、で、一回だけ、僕中学3年生からずっとヒゲ生やしてたんで、一回だけ、上岡師匠が引退される時に、うん、上岡師匠の最後の芝居に出ろって言われたんで、さすがにヒゲはまずいでしょって話で、迷惑かけるのも嫌やから、うん、もう1ヶ月の間剃ったことはあるんですよ、うん、そのね、その時にね、会うたんびに誰にでもなんで剃ってん、なんで剃ってんって聞かれて、邪魔くさいんですよ、もう答えんのも、うん、ほんならもう生やせる方が楽かなと。なるほど、もう なんでとかも説明も邪魔くさいでしょ、うん、そんなんはようあるよ、名刺みたいに持っといたらええんちゃう、いや、ここ一身上の何々でとかあってそれ滑ってみん
なが、ああって、あの理由はこれで、ね、あの理解してます。お菓子のなんか由来とか言って、理由はウェブでっていうやつあるやん。ああ、そうなんか言ってみましょうか。もう今時代やつだね。YouTuber かなんかになってさ、来年ここで言うといて、すごい変化されましたって言うといて、そうそうそう、みんなこれ見ろって渡してて、そうそうそう、そう、答えはこっちでって、そうしましょうか、うん、でもね、邪魔臭いっすわ。染めるのはどう、あのなんか石蹴り選手やって、なんかラグビーの、はい、金髪の。でもね、ヒゲなんかもうすぐ伸びてくるし、そっか、もったいないよね。そうそうそう、髪の毛ってほら、ある程度伸びていくじゃないですか。でもヒゲってここまでしかないから、寿命は、うん、ここまで切るじゃないですか。俺もうすぐですよ、しょっちゅう染めなあかん。ああ、そっか、はい、それはもう経済的にダメです。その新しいことは却下ですよね。却下です、うん、他考えましょう。他考えましょう。みんな考えてもらいましょうよ、せっかくやし。ああ、何かね、ね、うん、じゃあイメチェンして、そう、え、僕だけ僕だけイメチェン。今まずお試し期間で変わったら一応面白いから。ほら、もうみんな僕をどう変わったらええかって考えてもらって、どう変えるか、ね、で、こう、エイズナイトで発表しましょうか。いや、それはいいやわ。それはいいやわ。重大発表許してください。エイズナイト